これもダメだな。やっぱり音楽のことでも力になりたい。自分ができることを増やしていきたいの。だからもうちょっとだけ頑張らせて。体のことはちゃんと気をつけるから。しほちゃんにあんなこと言っちゃったけど、やっぱり今の私には難しいのかな。やっほー、りんちゃん。さっきは自主練めちゃめちゃ頑張っててライじゃん。うん、ちょっとやりたいことがあって。あ、ひょっとしてそれレオニートのオリジナル曲ってやつ？うん、そうなんだけど、ちょっと行き詰まっちゃって、今日はもう帰ろうかなって思ってたところなんだ。え、そうなんだ。うん。ねえ、さっき帰る前にさ、私の演奏聞いてくれない？ん？りんちゃんが演奏してくれるの？もちろんいいけど、楽器は？もちろん、さっきと同じシンセで気まみれしょう。じゃ、行くよ。りんちゃん、歌も歌ってる。もしかして即興なのかな。メロディーはしっちゃかめっちゃかだし、突然転調するし、コード進行もバラバラなのに。なのになんでだろう。聞いてて楽しいな。すっごくワクワクする。どうだった？さっきすっごく良かったよ、りんちゃん。とっても楽しかった。ほんと？やった。さっきにそう言ってもらえて嬉しいな。ねえ、りんちゃん、今の曲りんちゃんが作ったの？え、私曲なんか作ってないよ。ん？じゃあ今の曲ってあはは、今のはただ歌いたいなって音に合わせて弾いてみただけだよ。歌いたい音？じゃあさ、何を思いながら歌ってたのか教えてくれない？そうだな、別に何にも考えてなかったかな。ただなんだかさっきが落ち込んでたような気がしたから、さっきに笑ってほしいなって思って歌ったんだ。私に笑ってほしい？私は難しいことはわかんないけど、自分の気持ちが乗ってないと演奏しても歌っても音がキラキラってしないんだよね。自分の気持ち、あ、そうか。あんなにめちゃくちゃな曲でもすごくワクワクしたのは、あの曲にりんちゃんの思いが込められてたからなんだ。でも私はみんなの役に立てるようにレオニードっぽい曲を作りたいなってばっかりで、曲にどんな思いを込めるかまで考えられてなかったかも。私が本当に曲に込めたい思い、それって何なんだろう。さっき大丈夫？うん、りんちゃんありがとう。まだどんな曲を作ればいいのかは分かんないけど、でもなんとなく答えが見えてきた気がする。本当？よかった。さっき頑張って。さっきなら絶対めっちゃいい曲作れるよ。